小川誠二月隊は、大日本帝国陸軍の軍人、戦闘機搭乗員。熊谷陸軍飛行学校72機。最終階級は少位。終戦までの撃墜数は9機で、うち7機は B-29 である。静岡県富士軍出身。18歳の時、陸軍に志願入隊し、飛行第7戦隊所属の整備兵となる。 後に戦闘機搭乗員を志し、熊谷陸軍飛行学校に入学、1938年8月卒業。戦線にはおもむかず、教官補佐として校舎に留まった。1941年末、戦線への配属が決まり、満州の飛行台70戦隊に、配属、3年間にわたる幾多の空中戦を経て、戦闘機搭乗員としての経験を積んだ。 やがて戦局の悪化に伴い、内地にも米軍の爆撃が及ぶようになった。1944年2月、70戦隊はデート防衛の任を追い、千葉県の松戸陸軍飛行場に展開。11月には、柏町に移転、装備も、正規から2式 20mm 固定機関砲実装の4式戦闘機へと取って代わられた。小川は、 B-29 は爆撃中が最も外部からの攻撃に早急な対応ができにくいということに気づいた。1945年2月10日の昼、中島飛行機の企業城下町である群馬県大田町を爆撃していた7機編隊の B-29 と遭遇、歩301分身放送日の正機を借り、2機の爆弾層を射抜いた。1ヶ月後の3月10日にも、 同じく保301で B-291 機を撃墜した。これらの功績により、7月9日、第12方面軍司令官田中誠一大将より表彰状と陸軍武功気象を打つが授与され、同日付で将位に昇進を果たした。終戦までの総撃墜数は9機で、うち7機は B-29、残りの2機は P-51。戦後は、 民間企業に就職し、東京に在住。ありがとうございます。